デニソン大学はアメリカ合衆国をイオ州、グランビル村にある私立リベラルアーツカレッジ。1831年創立。同学は高等教育委員会により認定を受けている。学部生のみ、約2300人の学生を抱え、学生体教授の人数比は9、1、全講義の約70%は20人以下の学生数で行われているという。 リベラルアーツカレッジの特徴とも言える少人数性教育を徹底して行っている。同学はヒドン・アイビーの一つにも数えられている。US ニュースワールドレポート誌が毎年出している大学ランキングでは全米のリベラルアーツカレッジの中で50位以内に入る評価を受けている。1831年12月13日、ブラウン大学の卒業生であるジョン・プラットは 正方で不況にあたるバプテスト教会の聖職者を養成すべく、グランビル村の南にあった200エーカーの農場内に、現在のデニソン大学の前身となるグランビル文学、神学校を開校し、その初代学長に就任した。この学校は、進学教育に根差しながら、文学や科学の教育も行っていた。開校初学期は37人の学生で始まり、 そのうち27人はグランビルの出身で学生の約半数は15歳未満であった。最初の卒業式は1840年に行われ古典を学んだ3人の卒業生を送り出した。1845年、この時点ではまだ男子校であったグランビル文学・神学校は正式にグランビルカレッジに改称した。1853年、 マスキンガム軍の農夫ウィリアム・エース・デニソンは、グランビル・カレッジに1万ドルを寄付した。大学側はこれを叩いて、公明を現在のデニソン大学に改名した。南北戦争前夜には、デニソン大学の学生、教職員の多くが、奴隷制度廃止運動に深く関わっていた。ギリシアラテン研究部門長を務めていたアサドゥルーリー。 教授は地元の奴隷制度廃止運動グループのリーダーでもあった。現在では学生寮の一つとなっているバンクロフトホールは当時は逃亡奴隷をかくまった地下鉄道の駅であった。デニソン大学が男女教学化したのは20世紀に入ってからのことであるが女子教育の前身は1832年にチャールズ・ソーヤーが創立した。 グランビル女子新学校に遡る。この神学校はやがて、1859年に、ネイサン・エス・バートンとその妻が創立した、青年女子学校にとって変わられた。この青年女子学校は、1868年に、ダニエル・シェパードソンを博士、牧師に売却され、1886年に、シェパードソン女子大学に改称された。 シェパードソン女子大学は1900年にデニソン大学の一部となり、1927年に統合された。1887年、デニソン大学は学問をさらに追求したい、卒業生のために大学院修士課程を設置した。その数年後には博士課程が設置された。しかし、1926年、理事会はカリキュラムを刷新し、 大学院を廃止して学部教育に専念することを決定した。第二次世界大戦中、海軍及び海兵隊における士官の需要を急増に応えるべく、通常の大学で士官を養成することを目的とした V-12 というプログラムが設けられ、デニソン大学を含む全米131大学が参加した。1960年代にはデニソン大学は 教会から独立した。2018年に改装を終えたアカデミック、クワット・ラングル・デニソン大学は、オハイオ州の州都コロンバスから東へ約40キロメートル、グランビル村中心部のすぐ北に931エーカーのキャンパスを構えている。このキャンパスは、1916年に、フレデリック・ロー・オルムステッド・ジュニアらのオルムステッド・ブラザース事務所が設計した。教育。 研究用途の校舎は、キャンパス南西部のアカデミッククアッドラングルと呼ばれるエリアに集中している。同学のメインの図書館であるウィリアム・ハワード・ドーン、図書館やドーン管理棟もアカデミッククアッドラングルに立つ。自然科学系の教室や実験室、研究室等が入っている校舎は、その北西に隣接するサイエンスクアッドラングルに固まって立っている。一方、 アカデミッククアッドラングルの東に広がるエリアは、チャペルウォークと呼ばれ、大学のシンボルでもある、スウェーシー礼拝堂や、スウェーシー天文台等が立つ。学生寮は、サイエンスクアッドラングルのすぐ西、キャンパス西端のウェストレジデンシャルクアッドラングル、その北に広がるノースレジデンシャルクアッドラングル、およびチャペルウォークの東、キャンパス東端のイーストレジデンシャルクアッドラングルの3、エリアに立ち並んでいる。 アカデミッククワッドラングルやチャペルウォークおよびレジデンシャルクワッドラングル3エリアに囲まれたキャンパス中央部にはフットボールチームの本拠地であるディーズフィールドパイパースタジアムやミッチェルアスレチックセンターテニスコートなどの体育施設が設けられているアカデミッククワッドラングルの南にも村のメインの通りであるブロードウェイまでキャンパスが広がっているこのエリアには デニソン美術館、マイケル・ D ・アイズナー舞台芸術センター、ブライアント芸術センターといった芸術施設や宗教、精神生活センターオープンハウスが立つ。また、このエリアにはフラタニティとソロリティの活動場所となっている家屋も立ち並んでいる。デニソン美術館は約9000点の作品を収蔵し、その約1、3はアジアの作品で占められている。 その多くはミャンマー及び中国の作品であるが日本の造下製ネッツやベトナムの陶磁器も収蔵、展示している。加えて同館は北中米の作品やヨーロッパの作品の収蔵、展示にも力を入れている。最寄りの空港であるポートコロンバス国際空港へは車で約25分を要する。同空港へは同額が 地元のシェアライドカンパニーと提携して予約制のシャトルを運行している。ウィリアム・ハワード・ドーン図書館、デニソン大学は高等教育委員会により認定を受けている。学部制のみ、約2300人の学生を抱え、学生体教授の人数比は9、1、全講義の約70%は20人以下の学生数で行われているというリベラルアーツカレッジの特徴とも言える。 少人数性教育を徹底してて行っている一般教育科目、デニソン大学はその一般教育科目を学生がリベラルアーツのもたらす幅広い問いに向き合い、その核となる能力を磨くためのものとして位置づけている。加えて、同学はグローバルな視点を養うことも一般教育科目の目的の一つとしている。これらを達成するため、同学では、 一般教育科目として、書きすべてを履修することを、卒業要件の一つとしている。また、上記科目のうち五科目は、下記に挙げる能力要件を満たせるものであることが求められている。専攻でニソン大学は50以上の専攻プログラムを提供し、学士の学位を授与している。各学生は、同学が提供する専攻プログラムの中から、もしくは自分で設計し履修する。 学際的専攻を2年受修量までに決定する。各学生が在学中に履修する科目のうち、およそ1、3は専攻の科目で占められることになる。一般教養科目及び専攻科目以外で、各学生が卒業要件単位数を満たすまで履修する科目は選択科目の枠となる。この枠に該当する科目は、同学が提供する幅広い科目の中から自由に、 選んで履修することができるほか、学外学習プログラムへの参加をもって当てることもできる。また、この枠を用いて、二つ目の専攻や副専攻集中研究領域を持つこともできる。デニソン大学で、数学、物理学、科学、及び計算機科学の基礎的な科目を含め3年、その後提携先大学の工学部で2年学ぶことで、デニソン大学の学士、 および定携先大学の工学士の両方の学位を取得できる3から2プログラムが提供されている。このプログラムを通じて同学と提携しているのは、レンセラー工科大学、ワシントン大学、およびコロンビア大学の3校である。また、デニソン大学は5大古大学連盟の加盟校であり、同じく同連盟に加盟しているアーラム大学が主催する。 ワセ田大学との日本研究留学プログラムに参加している。このプログラムを通じて、同学から、ワセ田大学に留学生を派遣し、また同学に、ワセ田大学からの留学生を受け入れている。デニソン大学は、ヒドンアイビーの一つにも数えられ、US ニュースワールドレポート誌が毎年出している、大学ランキングでは、全米のリベラルアーツカレッジの中で50位以内に、 入る評価を受けている。合格者の中間50%の大学進学標準試験における成績は、サットではクリティカル、リーディングとマスの合計1600点満点中1200から1410点、アクトでは36点満点中27から31点となっている。例年、志願者数に対する合格率は3割前後にとどまる。州内のケニオン大学、 ウースター大学、マイアミ大学のほか、お隣ペンシルベニア州の伝統校、リッキンソン大学がよく併願される。ありがとうございます。